こちらチャンネル5、スペースシップ遭難事故の行方不明者最後の一人を発見しました。よく頑張ったな。もう一人じゃないぞ。以上、ポイント2704より。スペースポートで事件だ。宇宙人が人々を踊らせているという情報が入った。うらら、アストロビート号で発信するぞ。了解。皆さんこんばんは。今夜のうららリポートショーは、スペースポートに襲来した宇宙人が人々を踊らせているという異常事件を生中継します。はい、通信状態良好。うらら、張り切っていけ。了解。ご覧ください、宇宙人です。後ろにいるのは踊らされた人でしょうか。宇宙人の声と攻撃に注意しろ。リズムに合わせて入力だ。いけ。レッツダンス。Left, right, left, 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 right, left
いい感じ。宇宙人と踊らされたスペース日本人が来ます。うらら、あれ切っていけ。了解。レッツダンス。情報によると出動したスペースレスキュー隊が逆に踊らされているということです。宇宙人接近、滑って落ちんなよ。了解。レッシュー。Up,
ました。第三。チャンネルはそのまま。ナイスシューティング。ロケット発射台にやってきました。何でしょう。怪しい気配がギュンギュンします。上空から見ます。キック注意しろ。ほら了解。生物でしょうか、ロボットでしょうか。とりあえず踊ってみたいと思います。レッツダンス。ボスの口から何か出てきます。なんじゃこの黄色いやつらは。レッシュー。もう少しだ。気を抜かないでいけ。以上、スペースポートよりうららがお伝えしました。スペースチャンネル5。